河野池河富美大正9年6月16日は、江戸時代後期から明治大正まで活躍した実業家。十代目河野池善衛門であり、近代河野池財閥の初代総帥善、黒王、旧衛門、牛之助、山中河富美とも称した。大正全国富豪番付で西日本4位だった河野池美幸不戦8 4 1年。 河野池家の別家である山中家に、山中又七の長男として生まれたが、後に、宗家の養子となった。家営四年六月、家督を継いで従来目の千衛門の名を襲名する。この頃、篠崎小竹の弟子となって、弁学を学んだ。合商であったため、幕府から解剖費の名目で御用金教室を、命じられ、老仕組の芹沢鴨から五百両の軍用金を、 教室するように脅迫されるなど、幕末期は苦難を極めた。慶応4年2月、明治政府によって、会計事務裁判所御用係に任じられる。その後、通称し川瀬会社頭取などを務めた。明治6年には、大阪に国立銀行を設立すべく計画された、第三国立銀行の発起人の一人となるが、他の発起人との意見が合わず、実現しなかった。 明治10年、第13国立銀行を創設するなど、日本における金融界、貿易界の創設、発展に尽力した。明治17年に家督を、この善次郎に譲っている。事業としての河野池財閥の総帥の座は、別家を継いだ次男、河野池新十郎が継承している。明治44年8月、十大善衛門公とによる産業振興の功績により、 11代前衛門候補は男爵に助爵された。大正9年80歳で死去。ありがとうございます。